演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら、ファミリーマートお母さん食堂の豚ロース生姜焼きを食べたいと思います。豚の生姜焼きって本当家庭の料理、肉料理っていうイメージありますけど、これはどんなのなのかな。結構香りのいい香りしますね、これ。麺は、いただきます。お肉が思ったより分厚くて、噛んだ瞬間に旨味がぐわっと広がってしっかり歯応えもありました。で、生姜の味もピリリと効いていて、リンゴ果汁が入るのにフルーティーな豆も出したりしたと書いてありますが、本当にちょっと甘みもあってとっても美味しかったです。甘みと刺激、そのバランスはとても良かったですね。こういうの作ってみたいです。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。